国内でまた一つ格安航空が夏から就航します。格安航空会社のジェットスタージャパンが7月3日に就航すると発表しました。成田を主な拠点として、大阪、福岡、札幌、沖縄の5都市に就航します。政府の認可を待たずに、当初予定していた12月の就航前倒しを宣言しました。 客が申告すすす。れば他社よりりも10%安安いい運賃ををを保証するとしして、さを武器に需要の掘り起こしを狙います3月からは、関空を拠点とするピーチ・アビエーションがまた8月からは成田を拠点とするエアアジア・ジャパンがそれぞれ就航する予定で日本の空を舞台にいよいよ LCC ・格安航空各社のバトルが始まります。